できることが本当に喜ばしいです。というのも電車が2分遅れてその瞬間は見逃しちゃったっていう、ね、僕の人生を表しているような出来事ですけれども、でもまあとにかく、今持続可能な社会をどう築くかというのが政治の役目なのに、そんなことは関係なく刹那的にやれるとこまでやってやろうっていうようなあのスタンスが今の政治だと思うんですね。これをなんとか変えたい、ブレーキかけたいと思うんですけれども、残念ながら国会の中にはブレーキがない状況で、本当に国会の場で再確保ということがあの多数派の意見であるべきなのにもかかわらず、今日あのいろんな話が出ます。もし山本さん、はい、電波状況、すいません、山本でございます、すいません、もうそこいいですね、はい、というわけで、まあ本当にもうこの暗闇の中をずっと走っていってるような手探りで暗闇の中をずっと歩いているような状況だったと皆さん思うんですけれども、先の多い、そして今回の高浜によってこの一筋の光というものが見えてきたと思うんですよね。で本当に今回の裁判によってもうたくさんの方々がご苦労されたと思うんです。全国の皆さんも、そして支援者の皆さんも、この皆さんの努力が、琵琶湖の関西の水がめを守ることになり、そして全国中の皆さんに勇気を送ったということだと思います。本当にありがとうございました。これからも、この判決を先ほど海津さんが言われてました宝物のようにして、バイブルのようにして国会の中でも戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。では続きまして記者会見に入りたいと思います。30分程度予定しております。できるだけ多くの社にご質問いただきたいので、短めに、記者席をお願いいたします。では、はい、お願いいたします。あ、入ってください。フリーランスの田中と申します。今回の昨年5月の勝訴判決もそうでしたが、今回も、樋口裁判長の良心、人間性、に負うところが非常に大きいと思います。今後日本の全ての現場を止めようと思ったら、他の裁判長ともにも理解していただかなければいけません。弁護団の方々はどういった戦術で今後裁判闘争に臨まれるんでしょうか。川井先生、私は素晴らしい裁判長は樋口裁判長だけではないと考えております。日本中に、美しい心と超絶した頭脳を持っている、裁判官はいくらもいる。でただその人たちが良心に基づいて判決できるような情勢を作っていくことが大事だというふうに考えています。その一番端的な方法は去年の5月21日の判決と今日の判決をまず送って裁判所にそれを提出することです。でこれを読んで感じない裁判官はパートで感じない裁判官はいないと思います。それほどこの裁判判決書き、去年の5月21日もそうですし今日のこれもですね、本当に素晴らしい判決で、これは何がすごいかというとですね、彼は高浜3、4号機だけを止めてやるよと思ってないんです。もう日本は絶対に原発をやっちゃいけないんだ、日本から全部原発をなくさなきゃいけないんだ、そのための判決なんだ、そのための決定を書くんだというですね、気迫に満ちているんですね。だから今のご質問に答えて言うと、去年の5月21日の判決と今日の先ほどの決定を裁判官に見せること、分かりやすくちょっと解説もつけて見せる、提出すること、これがですね、この次々と第2第3の樋口裁判長を生んでいくことの最大の方法だというふうに考えております。ですね、樋口さんが特別な人だとおっしゃっておられるようですけど、全くの誤りです。大津では勝ってるんです、実質的に。平均の中でやったらダメなんだ、
あれは大津の裁判所が認めた事実です。おそらく仙台でも認めてくれるでしょう。決してですね、樋口さんの特別な問題ではないんです。劇の中でやっちゃダメだっていう大学だってですね、みんな分かるんですよ。分かった上で大津の裁判所はまだちょっと早すぎるという意味では見れたかもしれない。よく分かってる。樋口さんもよく分かってくれた。前は学問的なこと嫌だとか言ってましたけど、ちゃんと言ってくれました。まあだから議論で勝ってしまえばいいです。勝てます。勝つつもりです。裁判所関係ない。続いてご質問いかがでしょうか。奥の方、奥の方、かっこいい。あのこれです。点でお願いします。今回の決定文の中で、規制委員会の新規制基準につきまして合理性を欠くという指摘が非常に細かくされています。規制委員会は世界一厳しい規制なんだと言っていました。違う。その規制委員会自体は世界一なんだというのは、これは単なるレトリックで、ね、それが世界一の基準だと言っているのは安倍さんだけです。それはレトリックの問題で政治的な発言なんだということを記者会見ではっきり言ってたら、そのことは誤解しないでください。伺われたかったのは、要はその規制委員会の新規制基準自体に対して合理性を欠くということを詳しくこの決定文で述べていらっしゃいます、はい、この点につきましては弁護団としてはどういうふうに捉えていらっしゃいますか。まさにその通りだ。素晴らしい。で、先ほど申し上げたようにこの決定は単に高浜3、4号機が危ないと言っているわけではなくて、そのいい加減な欠点のある欠点だらけの新規制基準によって再稼働すること自体が他の原発も全て誤りだよというふうに言っているところが非常に意義の高い。今後の戦いなんですけれども、当然関連側は地裁に異議申し立てをして、これから審理が始まると思います。それからその後もですね、例えば高裁に場を移しての戦いもあると思います。はい、で現段階では、これはその即時性を持ちますから、高浜の3、4号機につきましては止めるということができると思われますが、今後の戦いとして、大体結論が出るまで、決着がつくまで、どういう戦いを想定していらっしゃるのか、どのくらいまでその時間がかかるのか、これはいかがでしょうか。それはですね、まず保全意義というのがあります。でそれはそうですね、半年から1年じゃないとか、それからその後保全報告というのがあって、ここはまた1年ないし2年かかると思います。で私たちは徹底的にこの仮処分を守りきると、で、絶対にひっくり返させない戦いをするというふうに考えております。現代原発におきましては、九州電力が担保金を要請するという事態もございました。で今回はこの決定文の中で担保金についても認めないということを裁判長おっしゃってるんですよね。この担保金を今後関連側が求めてくる可能性があるのか、そもそもこういう事態で担保金を要請するというのはどういうふうに捉えていらっしゃいますか。担保金というのは、いくら債務者側、電力者側が担保金を積ませろと要求しても、裁判所がそれは必要とないと言えばそれまでです。この事件でもそうです。そしてこの種の仮処分、原発差し止めの仮処分で担保金が要求されることはないというふうに考える。理由はもしそのようなことをして、例えばじゃあ10億円積めなさいと言われて僕らが積めない、そのために保全の必要性があって危険な原発を動かしていいなどということになったら裁判所が物笑いになるから、そのようなことは絶対裁判所はしません。私たちこの人たちが何億円も持っていないことは裁判所は誰よりもよく知っている。以上です。すみません、できればですね、各社一問ずつでお願いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。前の、すみません、朝日新聞の方と申します。で今のちょっと質問に関連してなんですけれども、その新基準の理解とかですね、合理性を欠くという指摘が
であったことがですね、まあ判決から伝わるメッセージといいますかということに関してどう受け止めてらっしゃるかというと、判決が発してメッセージをどう受け止めてらっしゃるかということですなんですけれども、まあ、ある意味その、この新規事業に適合するということで再稼働の申請を、各電力会社にされると思うんですけれども、その申請自体をですね、ストップすべきだというようなですね、メッセージに取れるのかどうか、まあ、要はその今後その、こういう、基準自体がですね、当事者特定という指摘を踏まえて国や電力会社というのはどういうすべきであるかというところについてちょっとお考えを改めてお伺いできればと思います。伊方の最高裁判決ではですね、行政訴訟の、違法判断の理由は政府が作っているこの政府、当時は、安全審査指針だったんですけども、とにかく規制基準そのものの合理性があるかどうか、それと判断の過程に、誤ちがあるかどうか、過去欠落があるかどうかという点を判断することになったんですね。で、今回この規制基準そのものの合理性に欠けてるということですから、裁判所が求めていることは規制基準を作り直しなさいということです。で、この4点にわたって規制基準を作り直さない限り、この基準に適合していても安全性は保障されていない、したがって裁判所としては止めますよというふうに言ってたわけですね。でそして田中さん自身が安全と言ってないじゃないかと、万が一にもその災害を起こしてはいけないはずの、ね、原発の安全規制において、こういうその実際に安全でないというふうに言ってるんだから、もうこれは裁判所としては最初からダメですねと、ある意味非常にフラットな言い方なんですけれども、規制委員会が言ってきたことそのものをこう逆手にとってですね、こういう番組の下で規制基準を作り、この不適合性審査をしても裁判所はもう認めませんよということを宣言したに等しい。だから、この決定が確定すればですね、規制委員会は根底から覆されるというかですね、規制基準を根本から作り直す以外にないという事態に陥るだろうと思います。別にこの決定が各処分が決定しなくてもですね、この決定をよく読んで、それから去年の5月21日の決定をよく読んで、新規制基準をもう一回作り直すところから出直せというのが裁判所のメッセージだというふうに考えます。したがって電力会社はもちろんもう目の前のお金が欲しい、再稼働したいから申請するでしょうけど、国の規制委員会に対してその規制を一回やめなさい、そしてその基準、要するにテストのテスト用問題を、ね、設定し直しなさい、基準を設定し直せなさいということを言っているのはこの裁判所のメッセージだと、それが今のご質問に対するお答えだと。電力会社に求めるメッセージはもちろんそういうことだから、あんた方もダメだよって言ってるんだけど、一番直接的には基準変えなさいよ、規制委員会は。だから明日のね、田中委員長の定例記者会見が非常に楽しいです。これを読む。若干補充させていただくとですね、書かれていることは、原子力規制委員会はこれらの各問題について適切に対処し、本件原発の安全性を確保する役割を果たすことが求められている。ところが規制委員会は、私たちは安全なんか担保してません、規制するだけです、それではダメだ、規制委員会の役割を果たしていないだろうと言ってるんですよ。それはね、多分田中委員長はですね、それはうちらは安全なんか考えてないからこれでいいんだ言うんじゃないかと懸念してますよ。だけどこの判決を言われるのはそれじゃダメだろう、規制委員会何のためにやるんだ、安全に考えてやるんだ、それは忘れるんじゃないぞ。だから安全基準と関係ない規制基準なんてバカを言うんじゃないか。ちょっと、ご報告申し上げますと、私どもは今日のこの決定に基づいて明日の朝までに、規制庁に申し入れます。規制庁と規制委員会に、こういう決定を作り直せということと、もう審査をやめなさいということを申し入れます。そのことを規制庁と規制委員会は一番恐れているんだということを私どもは情報で提示します。今日の会見
諸君の中で、規制基準、高浜原発の危険性だけ言ってくれるといいなと、規制基準自体の不合理性なんか言ってくれると困るなということを言っていたそうです。でまさに一番困る決定が出たそうです。明日ですね、午後に田中委員長の定例記者会見あると思いますので、ぜひメディアの方は、田中委員長に聞いていただければと思います。じゃあ続いて、ご質問お願いします。すみません、一貫県民委員会の瀬谷です。仮処分の決定を見るとですね、基準地震度を大幅に引き上げて根本的な耐震工事を実施するなどの4つの条件を満たせば逆に価格が認められるとも言えるということですけれども、ね、この点についてはいかがお考えでしょうか。論理的にはもちろん、ね、そういうふうに述べるけれども、それをやるということはもう、実際と原発のですね、今ある原発をこの国自体が求めているような状態にまで、例えば基準地震度を何倍も上げてね、それに合うような耐震工事をやるとかいうことは難しいでしょう。だから基本的にはそのやろうとしてもできなくてダメになるという、そういうことになるんです。先ほど申し上げたようにですね、平均的なものしかやってない、平均からも1桁上がるかもしれない、1桁以上かもしれない、それは1万ガル、2万ガルというものを想定しろということですよ。1万ガルに耐えることを彼はやるか、やらない、やったら金がかかってしょうがないからできない、実質的にも無理だ。要するにですね、この決定は理論的にはそうですよ、だけど実際に引き上げる大きさからすれば無理だっていうことです。4つですけどね、例えば基準地震動の策定基準を見直しっていうことなんですけど、これ見直すのはほとんどから、あと、まあ、例えば外部電源を基準地震動に耐えられるように耐震性を S クラスにするってことはね、送電線と鉄塔を全部ね、基準地震動があっても倒れないようにしなきゃいけない、全部鉄塔に何千本という鉄塔にですね、地盤工事をしなきゃいけないってことになるわけで、そんなことは不可能だというふうに僕らは考えています。弁護団も一問一答で、衆議院処分の谷と申します。決定の中にですね、いかだ判例が引用されているわけなんですけれども、これいかだ判例というのは従来であれば請求規格の、土台といいますかにも用いられてきたものだと思うんですけれども、今回樋口さんがこのようなあえて引用をしたのではないかとも読み取れるような形で、これが今後の新しいこの浴衣判定の読み方のようなものとして、定着していくような可能性があるかどうか、その点をお願いいたします。はい、大変いいご質問ですけれども、今までの原発訴訟でですね、前回 の、 大井の判決については出てきませんでしたが、もう一度訴訟のですね、控訴審で、原告が勝った判決、それから、伊藤さんが今判決を出してくださった志賀原発の、ね、判決にも当然、伊方最高裁判決は引用されています。伊方最高裁判決の読み方はその今回の判決と変わりません。そういう意味では、だから今までもですね、伊方最高裁判決の枠組みの中で、原告側の少数判決というものをですね、書いた判例はあるんです。だから、もちろんその伊方判決そのものは原告が負けた判決ではあるけれども、でもこの判決自身が、当時チェルノブイリの事故が起きてですね、かなり原発の危険性が高いものだと、これを万が一にも事故を起こしたら大変なことになるということで、先生が作った、判決、判定理論があってですね、これをそのまま適用すれば原告が勝ってもおかしくないものであったことは間違いないと思います。それをその後そういうふうにならなかったことについてはですね、私が書いた原発訴訟という言わない新書があるので詳しく書きましたので、ちょっともうここで話してる時間がないので、これでさせていただきます。続いてお願いします。
読売新聞の滝川と言います。今回その効力が直ちに生じる仮処分というところはすごく意義があるかと思うんですけども、必ずしもこれまでですね、本措と合わせて仮処分が申し立てられている、全てがそうではないと思うんです。で、今後その安全審査が進んでいく中でですね、状況が、まあ、刻々と緊急性が起きてくると思うんですけども、今後他の原発で、裁判を起こされている、住民の方に対する影響とか、今後の動き、なんかを聞いてください。私たちは政府やそれから経産省、エネ省、それから電力会社の方針というのは一点突破、全面転換だというふうに考えています。でまず仙台か高浜で穴を開けて、そこで学んだ審査申請の方法と審査を通す方法、ノウハウを学んで、あとはそこで勉強したら学習を生かして一気に、少なくとも加圧水型は全面展開していくという狙いかと思います。私たちはそれに対抗して全ての再稼働許可が下りそうなところ、もしくは下りたところに、仮処分を次々とかけていく所存であります。絶対に許さない、徹底的に戦いを挑んでいく。でその最大の武器を私たちは今日手にしたんだというふうに考えています。ですから私たちの戦いはもう今日からまさに第2ラウンドが始まるというふうに考えています。これまで住民が危険性を訴えてもですね、なかなかやっぱり難しかったと。で基準に適合するかだけがやっぱり審議のポイントになってたと思うんですけど、今回それを全くだからこうそういう点とは違う決定が出たことについて、住民の一人として米南地方に住んでいてどういうふうに受け止められるかなというのを聞かせていただけますでしょうか。はい、米南といえば原発が集中立地しておりますし、住んでいる人の、大方の方がやっぱり推進という方向を示されているんですけれども、でもやっぱり若さの人たちは声に出せない思いを抱えています。で思いをやっぱり表に出せない、見ざる聞かざる言わざるで暮らしてきた若さの人の思いですね。でそのために私は霊南に住んでいる一人として今回申し立てになったという経緯があるんですけれども、その中で今日の決定に示しておいた、特に若さは発電所が本当にたくさんあります。他の、原発立地地域に比べても非常に多くの発電所を抱えています。で発電所があるということだけで、今回はその上に原子力発電所の建屋を建ててはいけないことになっています。なのに今15基もの原発がある上に、今度は福島があったにもかかわらず国が再稼働を進めようとしている、その中での今日の判決です。でその基準値もそれから全部改めなさいと、これとはダメですよと言ってくださったことは、私たち若さに住む人間にとってはやっぱりここは本当に危ないんだ、地震が来たら怖いんだ、それから原子力発電所はやっぱり怖いんだと、声を出してもいいんだ、本当にそう私たちは言ってもいいんだということを、この裁判所の決定は私たちに伝えてくれたと思います。それではこれからはまたもっと多くの人たちがこうやって原発のことに声を出していけるような若さの街にしていきたいと思っています。
これまでどちらかというと原発というと本数中心になっていたと思うんですけど、仮処分が有効な武器になるということで、今後仮処分からスタートするという流れも生まれたりするんでしょうか。私どもはそうは考えておりません。やっぱりまず仮処本数を起こしておく。現に今全部ほとんど全部起きて、東通りと女川以外は全部差し止め起きてるんです。だからあとは事態が切迫してきたら早めに仮処分を起こして、勝ち取っていくという方針で、もうすでに本数はほとんど起きている。他にございますでしょうか。前に新聞の文章を申し上げて、今井さんに質問なんですが、これまでその私たちというのは、原発の危険というのを認識して、経済的な恩恵を受けてきたと思うんですけれども、それで今今回、その原発がなくなれば、下がりがなくなれば、そういう恩恵を受けられなくなることもあるかもしれない。そうかですけど、今はまあ、必ず言われるのがリスクの上に立つ経済性ですよね。経済と雇用で成り立ってきました。確かにそのおっしゃる通りだと思います。でも、今原発動いてますよね。それでも皆さんこうやっぱり暮らして抜けています。やはり、まずその他のことにシフトしていくっていうんですか。これからはその原発に耐えらない街づくりと、原発に耐えらない、それこそ財政計画のまずは自治体としては見直しからしていかなければならないと思います。で、そもそも原発、皆さん、ね、何千億もかけて作る、それだけ以上にこう経済効果とおっしゃりますけれども、そのお金は全部皆さん、国民の税金を使って作られているんですよね。その税金、そうですよね。それが全部電力料金に跳ね返って、皆さんがそのお金で、納めてるお金でそうやって回されている。原子力の村の原資って皆さんの国税だったんですよね。国民の税金が、そう、原子の原資は原資ですから、まずはやっぱり私たちは自分たちの住んでる町のことをきちんと住んでる私たち自身が考え直す、それから原発に頼れない街づくりをこれからどうやっていくかというのを一人一人が考えていかなければならないと思います。それは私たち脱原発を言っている私たちもそうですけれども、推進をしている皆さんにもやはり一緒になって同じテーブルでこの街を、それから若者の街をどうやってこれから生きていくのかということを共に考えるような、そんな大きな、テーブル作りも取り組んでいかなければならないと考えています。今の点、僕はもうずっとこの運動に取り組んでて考えていることを言いにくいことでも、だけどはっきり申し上げます。目の前の生活の利益も大事ですけど、そのために国を滅ぼすようなリスクを犯していいんですかっていうことを、やっぱり、原発リスクの方に問いかけたい。そして、そういう方たちは今日の判決を読んでもらいたい、今日の決定を読んでもらいたい。今日の決定はですね、国民に呼びかけています。そして立地の原発立地の人にも呼びかけています。国を滅ぼすような危険があるんですよ、それでも自分の目の前の利益の方が大事ですかということを呼びかけている。そのことをやっぱり真摯に捉えてもらう。でこのことはもう奥歯に挟まったように言わず、また腫れ物に触るように言わず、率直に話し合いをして考えなきゃいけない問題。目の前の民宿の利益、スナックバーの利益、それ雇用の利益、それと日本の全体の運命をかける不利益と、そこを真剣にやっぱりみんな考えるんじゃないかということをやっぱりもう問いかけたいというふうに考えています。そして、この最大の教科書は今日の決定であり、去年の5月21日の判決であるというふうに考えています。ちょっと司会でありながら一言申し上げさせていただきたいと思います。今回の
呼びかけのチラシご覧いただいた方いらっしゃると思うんですが、裏面にですね、福井県の美しい風景を記載しております。で、ぜひ福井県のですね、本当に失ってはいけない風景を、皆さんご覧いただければと思いまして、全国からですね、福井県ぜひお越しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。そしたら、あと、1つぐらい質問あればと思いますが、よろしいですか。はい、あ、お願いします。テレビ朝日の山口です。もう一問だけお願いいたします。弁護団の先生に伺います。今国はですね、この原発をベースロード電源で位置付けまして、もう流れとしては再稼働に向かって動いています。で、こういう流れの中の今のタイミングでこの決定が出たということがどんな意味を持つというふうに捉えていらっしゃいますか。私は海藤さんと一緒に日本と原発という映画を作りました。そこで訴えかけたことは、やっぱり今再稼働に向かっている勢力というのは原子力村なんだよ、それをやっぱり、解体しなきゃダメなんだよというふうに訴えています。で、この今原発再稼働に向かっているそういう流れに対して今日の仮処分は極めて大きな衝撃力になると思います。で、私たちはこれをてこに流れを一挙に変えていきたい。そしてどんなに無茶な、どんなに無理なことに至って最後は司法がガチッと止めるんだよということをやっぱり分からせたい、というふうに思っています。この流れを絶対にこの仮処分をてこに止めてみせたいと思っています。申し立て人の方全員に、この決定をどう受け止め、どう生かしていきたいのかという思いを一人ずつ語っていただきたいと思います。そうしますと、今のご質問ですね、ちょうど申し立て人の方にこれから電話をお伺いする予定でしたので、それぞれ一言ずつお願いできますでしょうか。すみません、今回申し立て人になったのはたった9名だったんですが、なぜ9名かっていう理由は、大津地裁で、仮処分の決定が却下された、それが最大の理由で、すぐ福井でも裁判を起こさなければいけないということで、急遽、募集したところ9名だった。皆さんの中にも、あ、こんな状態なら私もなっておくべきだったという方は当然いるんですが、そのなりたい方がいたにもかかわらず9名で済んだこと本当に申し訳ありません。で、その9名、ちょうどタイミングがあった、この程度でよろしくお願いします。最初、京都市在住 の、 申し立て人の藤井悦子と申します。原告の名前は本名で西村敦子というふうな名前になってますけれども、その名前で参加しています。京都では2012年の6月から毎週金曜日に金管行動というのが3000枚の行動、抗議行動を毎週やっておりまして、で、今日はたくさん会場にも、会場というか福井地裁前にも多くの京都の皆さんが参加してくださっています。本当にありがとうございました。ご苦労様です。で、今日は京都からということで大変、京都の立ちとですね、ちょっとお話を少しだけしたいなと思っております。今の話の流れで言うと、高浜原発3、4号機というのが本当に差し迫った危険、切迫した危険ということであったわけですけれども、これに加えて高浜原発の1、2号機とか、大井原発3、4号機、そして美浜原発の3号機までもう審査に入るという報道がされていまして、で、この若さの原発が再稼働をしていくと京都はやはり非常に強い放射能の被曝汚染に見舞われるということが、汚染予測によってもはっきりしています。おそらく京都府の南の方まで強い汚染に見舞われると思われます。で、
高浜原発から30キロ圏内 の、 避難計画の策定を義務付けられている人口についても、やはり京都府民の方がですね、非常に福井県 の人々よりもやはり2倍にも上るという状況にあるんですが、それにもかかわらず京都府、京都はその再稼働に関する同意見が、国によっても官邸によっても認められていない、物持つことが基本的にそのできないという状況にあります。でそれは非常に私たちにとっては危機的な死活問題であったわけです。で、おとといその行われた統一地方選挙の結果でも、その京都府と京都市の議会で、再稼働に反対する議員が実はその賛成する議員のおよそ2倍に上るという結果が出ています。議会でもみんな本当に反対になってきてるんですけども、京都の危険性を考えたら当然のことだと思っています。要するに地域に限定しない、そんなその原発の危険性ということは福島原発 の、 事故からすればもうある一定地域には限定されないことはもうはっきり分かっていると思います。で、その今日の差し止めの仮処分の決定というのは、その本当に多くの人々にとっても、そしてとりわけ京都に住む私たちにとっても、もう大事故による被爆から免れることができるという本当に安心できる決定でした。本当にありがたい、嬉しいと思っております。で、人権を大切にするっていう当たり前のこれは決定を出していただいたんですけれども、ところがこれが本当になかなか通らない今の日本社会であると思います。今日は今日の決定というのは本当にその人間を大切にすることが重要なんだというこの価値を改めて確認していただいた、そういう決定だったと思っています。で、今日の決定をやはり今後覆していくという動きが出てくると思いますが、これに対して皆さん頑張って一緒に戦っていきましょう。からやってまいりました松本の美穂と申します。また先ほどもあったように、本当にタイミングがよくたまたま沖田の裁判に最初に参加させていただくことができて、本当に皆さんが思っている気持ちをそのままいただいて、今日も実は神戸で原発が反対運動をしている、原発運動をしているみんなとバス立てで応援させてもらいまして、もう本当に楽しんで月々の電気代をこう500円台で抑えている人とかですね、あと避難者の方を受け入れたい、そして医師の人と子どもたちのエコー検査をずっと続けていらっしゃる方とかですね、あるいは保安をしていた方も、本当あらゆる活動をされていた方で、一緒に心を一つにしてこちらに来させていただいてますので、本当はこういうなんか対面の席で本当はもう縁の感じになっていて、本当良かったですよね。兵庫県もですね、神戸市にこちら高浜原発から事故が起こった時に、2時間で最短で2時間で放射能が到達するというのを知事が言ったんですよね。議会で言ってるんですけれども、それを知っている県民ってそんなにたくさんいなくて、本当に皆さんの財産と未来と命が全部かかったまさに地元なんです。兵庫県だってもちろん京都だって地元なんですよ。でも地元であるのにあかんとかですね、やめてっていう声がなぜかユーザー、関西電力のユーザーである私たちの声を本当に聞かないんですよ、関西電力。なので関西電力からいただいた電気で買わせてもらってる電気で暮らしているのは事実なんですけれども、それを本当に福井の方を踏みつけにしてきてしまった兵庫県人としてでも、私は今回この裁判に勝ちのところに見させていただいて、まさに責任をこれから果たしていく、これまで今皆さんを踏みつけにしたことをもう一回ちゃんと一緒に生き直そうという初日に当たるのだなという、本当にもう何て言うんですか、感無量の日です。ちなみに表現数が止まって577日目なんですよ。もう見つかったんですよ。もう当たり前の原発だったと全然見てやっていうのが当たり前になってる。その時でも正直今後も関連は、国もですけれども再稼働やってくると思います。だから本当に気を緩めたら絶対いけないと思いますので、これから皆さんも円陣を組んでですね、会うごとに戦略会議をしながら打ち勝って、そして世界の原発も全部止める勢いでやっていきたいと思います。
ど、やっぱり泣けてきたのは、近畿裁判所の運転されているか、両親にここまで忠実に貫いてくれる裁判所が、やっぱり日本にはまだいらっしゃるんだなっていうのが一番感